思って、それをもう閉じ込めて仕事して、それから仕事にはどうやらいいかなって思ってたんですけど、なんかね、それでジャスティンが一人で、まあ親友だったんですけど、一人で先に今やってて、その姿を見て、正直羨ましいなって思ってて、で、なんか、でも自分は自分で今普通に働いてて幸せだし、決まって、自分で制度化してたんですけど、自分は、まあ、出せなくてね、自分は。で、それでジャスティンってずっと誘ってくれるからいつも話を決めたんですけど、そこの気持ちの、変わっていく感じとかをずっと決めてし、ジャスティンに伝えてくれて、努力にね、そうやって言ってたんですけど、僕もね、本当にゴル君と同じ過去があって、やりたいことあってもなかなかね、実際時間ないし金ないしててなかなかね一歩踏み出す勇気がなかったんですけど、まあもうどうなってもいいやっていう状況してやりたいことに向かって走り出したのはいいものの、実際やっぱ現実ってなかなか良くなくて、本当にずっとゼロ人で、もう本当走っても走っても感がつかなかったりとか、頑張っても頑張っても結果出なかったりとか、すごいね、辛い時期もあったし、すごい沈んだ時もあったんですけど、それでも頑張って走ってた時期があって、でついにもう金もなくなってプライドも全部なくなってもう終わったみたいな時が来て倒れたんですよ。その時にファンの人が、その時は少なかったんですけど、その当時は少なかった、少ないなりのね、そのファンの方々の顔がこう出てきたんですよ。で、って支えられてんだな、っていうふうにちょっと思って今ここに立ってるんですけど、そんなね、僕たちの物語が込もってます。ということで、僕たちのストーリーを聞いてます。魂の曲になります。これはラストソングです。聞いてください。ストーリー。始まる最高か、この先どうなるかなんて誰もわかりゃしない。
何気に何気に何気に
今まで苦しくて苦しくてそれなのにどうしてもう今は見えない君を追いかけて追いかけて今のまで追いかけている君だけの夏の終わりそれは太陽が昇る時それとも光り荒らさぬ時いやきっと恋が終わる時夏の終わりもうすべて君の前から忘れたい君に会えてわかったあの夏祭りの花火もこっそり海岸でしたキスもきっと生涯忘れないよ夏祭りの花火もこっそり海岸でしたキスもきっと生涯忘れないよ夏の終わりもうそばに決まらないけど忘れない君に会えてよかったあの夏祭りの花火もこっそり海岸でしたキスもきっと12月25日クリスマスに新宿で伝説のライブします、はい、新宿ね新宿で伝説のライブするんで19時からです19時からね、うん、ぜひ今日のこの水戸駅のみんなが来てくれたら半端ないよね半端ないですよ新宿ぶち上げようぜこれまでで最高のクリスマスにするんで今来てくださいました、はい